そろそろお時間になりましたので、箱根駅伝壮行会を始めさせていただきます。前回大会の悔しさをバレに、必ずや素晴らしい走りを見せてくれるはずです。そこで私たちは学生を対象とした有志応援を募集しております。ぜひこの箱根路をブラウドブルーに染め、選手に熱い声援を送りましょう。去年予選会落ちまして、18年ぶりですか、箱根駅伝に出場できなかったわけでございますが、こういう運動部だけじゃなくて、私たち一人一人のですね、人生にとってもね、一度失敗すると、一度落ちるとね、それを回復するっていうのはなかなか大変なんですよね。今回、陸上競技の皆さんがですね、昨年の悔しさといいますか、そういったものを秘めてですね、1年間本当にですね、精進され、努力され、苦しさに耐えながらですね、見事予選会を通過したことを、本当にですね、心より敬意を表したいと思います。実はね、私予選会で、予選通過決めたときに、学生さんね、少しかわいそうだなと思いましたけども、私は今日おめでとうって言わないって言ったんですよね。今日の予選会の通過のおめでとうは、箱根駅伝が終わった後にですね、一緒におめでとうということをですね、言いたいというふうにも言ってきました。ね、学生諸君は本当にもう涙流しておりましたけども、ちょっとかわいそうかなと思いながらも、私はそういう挨拶をですね、してしまいました。ね、客観的に見まして、20チームのですね、持ちタイムを見ますと、神奈川大学はですね、そんなに持ちタイム見れば、ね、なかなか上位に食い込めるような客観的な数字ではございませんが、しかし、ね、皆さん方一人一人のですね、持ちタイムといいますか、最高のですね、パフォーマンスを見せてくれれば、必ずやですね、いい結果がついてくるんではないかなというふうには思っています。ぜひ、あと2週間ですね、もう迫りましたけども、なかなか調整がですね、順調にうまくいっているという。この2年間、選手諸君は毎日毎日努力と精進を重ね、練習を積み上げてきました。日頃の練習の成果を十分に発揮して、皆様方のご期待に添えるよう、また選手諸君においては、彼らの青春の金字塔を仕立てるべく、渾身の力を持って戦ってまいります。どうか精一杯応援してくだされば、選手も力を湧きます。どうかよろしくお願いします。ありがとうございました。今日はこのような会を開いていただき、ありがとうございます。昨年予選会を敗退し、チーム全員非常に悔しい思いをしました。今年は来年の箱根駅伝では2年分の思いを込めて箱根路を駆け抜けたいと思います。目標はシード権です。皆さんどうか応援よろしくお願いします。よしよ、頑張るよ。Oh!
ありがとうございました。